はい、どうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただき、ありがとうございます。ということでね、本日バズフィードさんの、初老チェックリスト実況でぜひございます。よろしくお願いします。まだあの言葉使ってるの？ 5 個以上チェックしたら、初老。皆さん、初老ですか？わいはですね、じゃあちょっとこちらで明らかにしていきたいと思います。今でも使う言葉はすべて選択してください。携帯。携帯言うだろ。最近の言語ってすぐスマホとか言いますよね。そこは携帯電話だろ？写メはさすがに言わん。だって今 LINE だもんな。でも画像添付とかっていうふうに言っちゃうけどね。画像添付。超は言うよ。動画のタイトルでもしょっちゅう超は入ってる。Now は、Now ってか、Nowy とか言う。で、数日前の動画のタイトルにもさ、なんか、Nowy 男がとかっていう風に言ったしね。Now は言うだろう。Will、これは言わん。どういう意味？トリマは言うよ。とりあえずってことだろ？普通に言う。てか、これは今の言語や。からの？これちょっとだるいやつの絡みじゃん。ねえよ。ノリノリは言う。ノリノリイケイケマジマンジ。言うに決まってんじゃん。バリバリ。バリバリは俺、個人的には言わないっすね。ラブラブは言うよ。相思相愛だろ？リア充。リア充言う。夏い言う。夏いは普通に使う、今でも。やばいも使う。使わないわけがない。切れた。まあ、き、お、Y 個人は切れないですけど、まあ、お前、切れてんのか、お前、みたいな。切れは普通に言うわな。来てー言うだろ、これは。オワコン。あ、これも、だって YouTuber さんとかでさ、なんか自虐ネタでさ、めちゃめちゃ数字取ってんのに、もう俺オワコンだからとかおっしゃってる方いるじゃないですか。普通に言うだろ。逆に使わなかったら、言わなかったら、だってオワコンの意味わかんなかったら、動画の趣旨つかめんぞ。ガクブル。ああ、これ昔言ったね、今は言わない。バク。これ今は言わないけど、昔よく使ったな。ガラケーの時。絵文字でよ。あれ？顔文字？ちょ、よくわかんねえや。かっこあれ。俺さ、LINE のスタンプ打てないんですよね。あれ、どうやって打つんだろう。LINE のスタンプ。だから、未だに、絵文字とか顔文字とかで送るんですけど、ヤングな人とすぐなんか、スタンプしてくるよね。なんやねん、あれ。かっこ笑い。これ普通に。あ、出たー。生まれも育ちも2チャンネル。Y あるある。この、なんて読むの？ ORZ。これ、まあ、要するに挫折してる感じだよな。O の部分が顔で、Z の部分がなんかこう、ひざまずいてる感じじゃん。挫折してる絵文字だよ。これは。絵文字とは違うのかな？顔文字？超使う。矢印めっちゃ使う。きしょい。きしょい。個人的には使わないけど、今でも普通に言うよな。ジーパン、ジーパン言うだろ？ジーンズパンツ。ってことで、何個当てはまった？かなり当てはまったと思うんだけど。Show me my results。言ってきましょう。24、アーチュー、17。いや、ないよね。初老です。初老は言い過ぎかもしれませんが、死にかけの言葉を使ってしまうあなたは着々と、その、年を重ねているようです。いや、年を重ねるの美徳なんで。生きてる人間しか年重ねらんないですからね。ってことは、5個以上チェックしたら初老なのに17個当てはまるとおり、マジやばいんじゃないのか。やば。でも俺最近のね、ナウい言葉も勉強してるんですよ、ちゃんと。ヤバタニエンとか、マンジとかね。つらみとかね。それなとかね。YouTuber なんて常にナウい男でありたいと。最後のご視聴いただき、ありがとうございました。では。